よいしょ、行きましょう。あいた、通らして、通らしてくれ。投げー、せーの、僕ら全力少年隊草やきコオロギ。暑い、久しぶりだ、暑い。なんだか暑い。というわけで今日はですね、皆さん絶対やってみたくなります。絶対やってみたくなります。絶対やってみたくなります。早く、どうぞ。何をですか。さあ、はい、今回の全力少年隊は、うん、全力で草を生やしていきたいと思います。よいしょ。さあイエスサー、さあイエスサー。草生える。どうしたさあイエスサー。いや昨日ずっと自衛隊の動画見てた。俺と隣も性格ね、草生やそうって言ってるもんね。はいはい、意味がわからないですもん。草生やしたいんですよ。草生やして何なんですか。草生やして何。草生やすっていうのはネット用語で面白い時に草が生えたって言うんですよ。はい、WWW って書くじゃないですか、はい。それが草が生えてる様子に見えることから、はい、草生えたって言うんですよ。でも笑ったって言った方が早くない。今回の全力少年隊テーマの発表お願いします。せーの、ホットケーキで絵を描こう。今日はね、ご家族で楽しめる内容、はい、いいですね。これに全力で取り組んでいきたいと思いますが、はい、ただホットケーキを作るわけではございません、うん、はい、なんと、はい、ホットケーキで似顔絵を描きたいと思います。なるほど。やはり、うん、テゲテレ金曜日メンバー描いていきたいなと。はい、まずホットケーキミックス、はい、うん、そしてケーキシロップ、はい、牛乳、はい、卵、はい、あと焼くプレート、はい、そして混ぜたり絵を描いたりする道具です。はい、こちらがあればできるということでございます。はい、はい、まずは、はい、ホットケーキで似顔絵描く前に、はい、下絵ですね、はい、下絵を作っていきましょうか。はい、そうですね、はい、なるほどね。一回ちょっと待って、本当に写真を撮らして。めっちゃいい笑顔じゃないですか。もうめっちゃ楽しそうやね。骸骨、はい、こちらの方こんな感じになります。どんな顔やそれ。いい、こんな顔してる、なんか意味がわからん。そんな顔しちょ、マジで。めっちゃ恥ずかしいわ、それ。いや、マジです、ね、それや。ツイッターにアップしていいですか。なんでツイッターにアップしてよ、お前。青か、お前。でも出たらいいんじゃないですか。いや、ちょっとお金の話なのか。せーの、できたー。さあ、ホットケーキで絵を描く、はい、下絵をですね、はい、描いていました。はい、はい、じゃあまずは、はい、佐藤くんから。はい、僕はですね、シロウさんとアキラくんを描きました。お、いや、もう一緒やん。やっぱシロウさんはメガネかけてて帽子をよくかぶっておりまして、で、アキラくんは、まあ、ベースは一緒なんですけど、兄弟やからね。うん、ちょっとね、目が、まあ、シロウさんより優しく内面をしてるんで、アキラくんは。さあ、続いて、はい、花見くんお願いします。はい、僕はこちらですね、はい、鈴木さんはの写真見ながら描いたんで、まあちょっと似てるかなと思うんですけど、亜生さんはもうわからんかったから、ヤシの木とサーフボード、これさ、意地っぽいよね。掴んでるでしょ。はい、じゃあ私はこの2人です。チキン南蛮です。いや、こいつひでえな。誰や、それもう。こいつひでえな。この水泳選手どっちですか。なんで俺給食のおばちゃん。こんな笑顔素敵なのはトナミしかいないじゃないですか。給食のおばちゃんでしょ、だってこれ。鈴木さんだってひどすぎるでしょ、これ。これひど…これ、じゃあこれ僕ですか。これはめっちゃ砂糖じゃないですか。めっちゃ骸骨感出てね。うん、いや、骸骨感だけ出されても。この2つの似顔絵、はい、この写真と比べたらもう納得です、ドン。あ、もうめっちゃ似てるじゃないですか。そんな、そのまんまですよ。さ、ホットケーキミックス、まあ、2袋入れます。はい、卵を2個入れました。牛乳です。300入れます。もういいやろ、ちょっと入れすぎた。いや、もう飲むなって。ちょっと入れすぎ。よし、はい、さあ、無事ですね、ホットケーキミックス混ぜ合わさりました。はい、こっからですね、うん、このなんて言うんでしょう、このなんだこのディスペンサー。ディスペンサー、間違うかな。なんてかっこいいの言って間違えた。ディスペンサーっぽくないですか。それ空気入れんとあれなんじゃない。おお、上手上手。うるせえな。これ買って、これもうちょっと切らんとダメなんじゃないかな。え、そんなの出るより普通に、ほら
線の太さが。なるほどね、こういうことか。これちょっと1回目から結構できちゃうんじゃないこれ。ひっくり返しますよ。はい、きたね、結構ね。もう1本書いていいですか。はい、せーの。なるほどね、ちょっと焦げたっすね。ちょっとね、ちょっと、はい、そちらそういうことね。はい、はい、せーの。うっす、うっす、うっす、うっす。こんな栄光いいのに。うっす。火力が違うっちゃ。じゃあこちら、シローさんです。うっす。絶対これホットプレートの仕業や、これ、うんうん、今回のロケ、焼いた分は自分で食べます。いただきます。もうちょっと大きく書いた方がいいかも、これ。あー、うまいわ。しゃ、もう分かった。ここでしばらく寝かすんす。チキナン佐藤です。はい、おやりました、ありがとうございます。これは行きましたね。チキナン佐藤でしょ、これ。これ浅草で言ってそう。シローさん行きますよ。はい、おお、あ、耳耳、あ、ほら、お前、うめえ。いける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 。これどうすか。いけてるいけてる。あー、今度は弱気に行き過ぎた。ビビっちょんな。はー、いや、ちょっと鉄板が熱くなりすぎてるわ。あ、違う違う、輪郭が違う、もっと分厚い。あー、美味しそう。おいおい、え、誰が卵焼いていいって。いや、朝メニューじゃないですか、ホットケーキと卵って、うん、うん、うまいっすわ。じゃあ、あきらくんいきます。ほらほら、いい、めっちゃいい。早えな、お前、仕事が。いや、もうちょっとちっちゃめに書いて、はい、液がもうないんで、僕。うん、笑顔の素敵なトナミくんです。わー、やり直し。鈴木さんの顔です。トナミくんです。どうぞ。もうこれで失敗したらもう俺は今日はもう1000。いいよ。いいっすか、繰り返して。おいおい、かぶってる。まあ、うまい。あ、でもいい、でもいい。いや、でもいいよいいよいいよ。ちょっとちょっとどけどけちょっと、あー、お前なんで持っていくと、なんで持っていくと、自分の裏側に。亜生くんの目を想像で描いてるけど。よし、じゃあそんな中、私、はい、これで勝負だ。バン、よーし、よーし。ちょっと、いや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 。じゃあ OK しましょうか。いいっすか、はい、ありがとうございます。陰影をつけようかな。もういいって、つけて、もういいって、いっちゃえ。真似すんなて。亜生さん、陰影とかねえから、裏表あるから。悪口や、それ。さあ、大鳥は誰ですか。緑の貴婦人さんです。せーの。はい、おー、それではテケテレ金曜日メンバー、ホットケーキ似顔絵できました。ざーす、こちらでございます。はい、じゃあ、はい、佐藤くんから紹介お願いします。はい、浜田志郎さんを作ってみましたけれども、はい、メガネを強調して、あとは適当に作りました。適当かい。はい、あきらくんですね。ちっちゃ、ほら、あの、ちょっと駅の関係でちっちゃくなったんですけれども、やっぱその弟っていう面で、そのちっちゃさを表そうと思ってちっちゃくしてみました。あの、木村鈴木さんを作りました。特徴などはありません。あるやろ。まあ、ヒゲですね。この不潔なヒゲを上手にかたどったかなと思っております。そして亜生さんですが、想像で作ったにしてはいいかなと思います。陰影をつけてね。この顎のところと、このへの字口がね、そうそう、があればもう亜生さんになります。大体。まず、チキナン佐藤くんです。いや、誰がや。こんな顔してないわ。10回ぐらい踏まれた顔してる。しかもちょっと傷んだバナナみたいな色もね。トナミくんです。どうですか。怖いわ。あー、トナミありがとう、その笑顔よ。めっちゃこだわったの、この優しさ。
優しさ出てます。めっちゃ目のとこ見て、なんか心霊写真っぽいっすよね。肩のとこにね、肩のとことかにこんな顔ありますよね、俺みたいな。以上ですね、はい、金曜メンバーすべての似顔絵できました、はい、皆さんも本当に手軽にご家庭でできますので、好きな人の似顔絵描いてみてください。ありがとうございました。はい、はい、やっぱりこれはいい、素晴らしい、ありがとうございます。いや楽しい、まあ、何を良しとしているのかが全然分かりませんでしたけれども、はい、一応言っといた方がいいのかな、なんすか。あ、僕も一個なんか気になる。でも言わなくても、言っちゃいいか。一個、まあ後々そうなるのかなって。予算とかのことですか。予算とかじゃなくて、うん、金曜メンバーを全部書いてるんだよね。はいはいはい、まあみんな出てったかな。まあ満たさないです。抜けないと思います。アキラもあったし、アキラなんちょっとちっちゃかったよね。ねえ、ね、俺のもあんな顔してた。俺ちょびひげ生えてたよね。ねえ、あれ可愛かった。胸にアップリケとかしたらいいわね。まあ、でもああいうスタンプ欲しいなとも思ったわ。あれスタンプにしたらいいかもね。ねえ、うん、アセグの出来が良かったから。か宮崎の名家にすればいいわね。ねずっとほらやってきたから最後の方だと、はい、うまくなってくるね。よかった。新メンバーのもやっぱちょっとあの個性あったけどね。はい、あの里のも面白かったよ。ありがとうございます。やっぱあのいいデフォルメ。もう鏡の鏡も完全に心霊写真。怖すぎでしょ。でヒゲの感じも木村さん出てた。ねえ。まあ汚ねえっていうのは余計やけどね。やっぱりあのすぐ作れるんで、ああいうのはね。どうされました？一応言いますか。何？何？怖い怖い。あの。たけるくん、え、あ、たけるくん、あー、やったなんかやっけ、ほんとっぽいリアクションで言ったのに、たけるくんの、これあれや、え、卵似顔絵の時と同じ失敗してしもうた。もうダメだ、そんなこと、いや、またあるんでしょ。本当はね、じゃあたけるくんのはこちらです。どうぞ。どう、あ、ないです、ないです。あ、ないんですか。はい、あ、そうか、髪型変えたからかな。あ、そう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 、今日ですね。うん、そうかそうか、間に合わなかったですね、はい、なんか、やったの自分たちですからね、まとめてください。本当にね、簡単にできるし、あの楽しいし、美味しいんですよ、何より。失敗しても美味しく食べれるっていう、その楽しさがやってみたくなったんじゃないかなと思いますね。休みのね、自由研究とかぜひやってもらいたい。あと、あの屋台出したいです。そうですね、本当に屋台ビジネス、ずっと止まってない。また、タケルも頑張ってね、また書いてもらえるように頑張っていこうね。以上、僕ら全力少年隊のコーナーでした。さあ、続いて CM の後は平の時間です。